さんのお芝居がすごく上手でした。大丈夫です。かわいい。ダンさん6歳上手だった。6歳上手だった。いっぱい見てるからお客さんが。足めっちゃ上がるやん。そうなの。すごい。やば。すごい。バイジバランス。ちょっとやってみて。難しい。難しいよね。すごいな。将来UFOや。ドッジボールとかするの？まだしないか。鬼ごっことかもする。氷鬼は？タッチされたら固まんなきゃいけないやつ。今違うんですよ。なんですって？謝ってんの？私凍ってますみたいな。そうなんですよ今。そうなんです。僕はね、もうバターシュガーにアイストッピングですね。岸本優太もそう言うてたらしいですよ。さっき何食いた？私、いちごとアイスです。いちごとアイスね。何食いた？何くれとかいい？いちごとアイス。あ、一緒だ。一緒やん。一緒だ、一緒食べようか。おかしいな、分かってるやん。俺に乗らへんっていうのが分かってる。天才です。ちょうどいいです。まずは泉京香役、小林拓哉さん。オールアップです。お楽しみに。なんか飛んだ飛んだ飛んだ。いや楽しかったです。すごく日数3日間と少なかったんですけど、あったかくて楽しくて、出来上がりがすごい楽しみです。ありがとうございました。小林さん、オールアップです。よっしゃ、よっしゃ、本当にありがとうございました。あとですね、最高。よっしゃ。こんなに笑った現場ないと思います。ピリピリもせず最高でした。また坂本組で何かやりたいです。よっしゃー。ありがとうございます。ようやくやん。グレープ。グレープ。横浜ですからね、これね、ね、舞台は横浜から始まりましたから、そこのカート劇場でねえ、言って3年前。3年前ですか。ありがとうございます。クレープ。わかりました。あの軍団何？来ない？最後クレープ食って終わるって。やばい、熱すぎる。第一弾よ、ほんまに。ほんまにそこで始まったから。あ、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。